お疲れ様です。空飛ぶタイヤね、まさに現代のビッグモーターを暗示してるんじゃないかなっていうふうな内容でした。まあ空飛ぶタイヤも現実には実際にあった内容ですしね、トゥーフェールトゥービッグという言葉がありますけども、でかくなりすぎるとそれにぶら下がっている関係がたくさんあってですね、不正をしても潰すに潰せないっていう状況っていうのがあるみたいですよ。でも私たち小さな会社であるその立場っていうのはね、常に誠実さと信頼を前面に掲げていかないと今日の飯にありつけないですからね。だから私も思うんですけども、チェーン店をね、特に卑下するつもりはありませんが、チェーン店よりも近所の中小個人店の方が私はいいかなと思いますよね。それこそね、サービスを提供する立場になっても思うんですけども、人数が少ないから細かくできる、手厚くできるじゃないですか。逆に客の立場としても繁盛してないからこそ自分のことをね、1対1でワントゥーワンですごく丁寧にしてくれるみたいなことがあったりして、私がね大好きな最近ねラーメン屋があるんですけども、そのラーメン屋ではね、ランチセットってのあるんですけども、通常この組み合わせとこの組み合わせのランチはないんですよっていうところでも、私がこういう組み合わせがあったらいいよねって言ったらね、それちょっとやってみましょうかって言って私のために出してくれたんですよ。まあそういうこうなんていうんですかね、その場でルールを変更したり改善したりすることができる、その困りの良さっていうのもね、サービスの本質なんじゃないかなと思いますよね。さあ今回はね、空飛ぶタイヤっていうのは赤松運送の赤松っていう人が主人公であるんですけども、これをね中村徹さんと TOKIO の永瀬優也さんが演じていたんですが、今回ね中村徹さんが演じてる方が私としてはねちょっとね身が入ったんで、そっちの方で他の作品ないかなと思ったら、再生請負人っていうね、なんかラストチャンスだったかな、なんかそういう作品もあるんですよ。そっちの方もねちょっと見ていただきたいかなと思って、すごくいい話でした。なんかものすごい状態の会社を押し付けられて、それを苦難にめげずに何回も何回もね再生に挑んでいくっていう話で、いやこれもねなかなか多分吉谷さん好きだと思いますよ。それじゃあいってらっしゃい。